世界中の人々を虜にする可愛い動物といえば猫。特に日本は猫がモチーフのキャラクターや猫を起用した広告、商品などが溢れています。猫が可愛い理由は考えれば考えるほど言葉にするのが難しいものです。好きな気持ちには理由がないという人がいるように、猫を可愛いと思う気持ちにも理由がないという人も多いことでしょう。猫との暮らしは私たち人間に大きな幸福を与えます。アニコム散歩が行った2018年の猫区勢調査では、猫と暮らし始めて幸福度が高まったと感じるかという質問に対して、 99.7% の方がとても高まったと回答したという結果も出ています。具体的には、幸せホルモンであるオキシトシンが分泌されるためと言われていて、その効果は科学的にも証明されています。生活の中心が猫になる人はとても多いです。我が子のように愛情を注ぐので、いつでも猫のことで頭がいっぱいに。猫好きを見つけると猫トークで盛り上がることも多々あります。またお店で猫グッズを見つけると、いつの間にかカートに入れていたなんていう経験をしたことがある方も少なくありません。また可愛い猫のことを常に考えているおかげで、心が穏やかに優しい表情になる人も多いです。猫を飼うことでほとんどの人の生活はポジティブに変化します。そこで今回は様々な種類の猫の中で人気のある猫を調べてみました。では10位からいきますね。10位、ロシアンブルー。グレーの毛色っておしゃれですよね。それに加えてパッチリしたお目目が印象的です。慎重な性格でおとなしく、もともと好きな猫でしたが、自分の好みをさっぴりても非常に飼いやすく、信頼関係を築きやすい魅力的な猫だと思います。普段はあまり鳴かないのですが、鳴き声はとにかく可愛らしくてキュンキュンします。9位、メインくん。ペットショップで飼える猫の中では最大級、長い体毛を持ち、見た目も凛々しくてかっこいい。でもこの猫ちゃんは人懐っこく、好奇心旺盛な性格をしています。いろんなところに登ったりして心配をかけるかもしれませんが、本人はひょうひょうとしており、どこ吹く風です。そしていたずら好きとあるので少し困ってしまいますが、そこがいい。8位、ラグドール。まるでぬいぐるみのような可愛いお顔の猫ちゃん。淡いブルーの瞳がとってもキュートです。なんといってもお人形の名の通り、抱っこした時の脱力感が他の猫とは全く違います。猫カフェで働き、日々たくさんの種類の猫と触れ合いますが、ラグドールは抱き心地が癖になります。遊ぶことが大好きで、寄生本能が強いのが特徴です。7位、混血猫。実際に日本で一番飼われている猫が雑種ミックスです。みんな違ってみんないい。両親の柄からしたらなぜという柄の子が突然生まれることもあるのが雑種。日本ではトラ柄、チャトラ、黒猫、白黒の8割柄をよく見かけますね。我が家で飼ってる猫の2匹は雑種で譲り受けた猫ですが、みんなにペットショップで買ったのと言われます。みんな可愛いのです。雑種は体も丈夫、猫ならではの気ままさと俊敏さを持ってて大好き。6位、ベンガル。なんといってもヒョウ柄、ライン、ルックス、どれをとってもエキゾチックで美しくかっこいい。野生味あふれるワイルドな容姿から気性が荒いイメージを持たれがちのベンガルですが、意外にも温厚で社交的な性格で一緒に暮らしやすいニャンです。お茶目で甘えん坊な人懐っこい性格のギャップについつい構ってあげたくなります。5位、ブリティッシュショートヘア。生後半年くらいまでは天使のような顔なのに、1年経つとプレスされたかのような丸々していて、とにかく可愛い。毛並みも柔らかくずんぐりむっくりした体型、その見た目通り穏やかでマイペース。
一日中、お部屋でのんびりしています。体が丈夫で飼いやすいし、性格も穏やかなので、お世話が非常に楽です。4位、ノルウェージャンフォレストキャット。かなり、毛量が多くホフホフとしていますが、レインクーンほどのワイルドさはなく、むしろ、都会っぽい気品さをまとっていて、美しいです。しかし、やはり、フォレストキャットという名前の通り、天然な動物感もしっかりと出ていて、その二面性が魅力的です。クリクリと大きくて透き通っている目は見ているだけで癒されるし、ふわふわでサラサラな毛はいつまでも触れられます。おとなしい性格を持った、この可愛くて美しい猫は天使のようです。3位、アメリカンショートヘア。猫と言ったら、アメリカンショートヘアを浮かべる方が多いのではないでしょうか。アメリカの小悪魔的な女性を象徴しているように思います。白黒の毛並みに、毛だるげな様子、魅惑的な動きなど、ハリウッド映画で見かける女優のよう。もともとは、ネズミ捕り用に飼われていた猫だそうで。ネズミ捕りしていたからこそ、好奇心がとても旺盛。丈夫で風邪をひきにくいので安心です。肥満体質で運動は欠かせないそうです。2位、マンチカン。足が短いことで知られるマンチカンですが、あんなに短い足で一生懸命ちょこちょこ動いてる姿を見るとキュンとしてしまいます。でも、その外見に反して運動神経は抜群です。人懐っこく、好奇心が旺盛な性格で愛情深い赤ちゃんや他のペットともうまく生活ができて、しつけがしやすく育てやすい猫です。なんといってもずっと触っていたくなる毛並みがいい。1位、スコティッシュフォールド。ぺったんこのお耳が愛らしくて、お目目がうるうるしててたまらんでしょう。アニメ映画シュレックのスピンオフアニメ映画、長靴を履いた猫の猫ちゃんが帽子を取って目をうるうるさせて上目遣いするシーンと重なりますね。可愛くてギュってハグしたくなります。すごく嫌がられそうですけどね。動いても寝てても何をしても可愛いしかない。いかがでしたか。飼っている猫ちゃんはいましたか。外から猫ちゃんの鳴き声が聞こえたと思ったら、実は赤ちゃんが泣いていた。猫好きさんの中にはそんな体験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。そう、猫ちゃんと赤ちゃんの鳴き声はよく似ています。野生の猫ちゃんは大人になれたあまり泣かないようですが、飼い主さんと一緒に暮らす猫ちゃんは飼い主さんを母親のように思っているので、ご飯ちょうだい、ドアを開けて一緒に遊ぼうよなどおねだりしたいことがある時に泣いて知らせます。つまり飼い主さんに甘えているわけですね。まっすぐな瞳でにゃおと可愛くおねだりされたら、とても無視することなどできません。また泣く時の口の形が笑っているように見えることがあります。笑顔の猫ちゃん、これはもう無条件に可愛いですね。人は可愛いものを見ると幸せな気分になります。つまり猫は人の幸福感を上げてくれる大切なパートナーなのです。疲れた時は猫と遊びながら心の充電をするのもいいですね。今回のランキングは、ペット関係保険会社、一般社団法人ペットフード協会、全国ペット協会、ランキングサイト数社等によりランキングしました。今後も、いろいろなものを調べていきますので、どうぞ応援お願いします。それでは、またお会いしましょうね。バイバイ。